皆さん、はじめまして。私は北海道の帯広で行うラブソナタ帯広の実行委員長をさせていただいています、帯広栄光キリスト教会の牧師村田明と申します。今回は11月13日14日に行うラブソナタ帯広の準備についてレポートをいたします。下関に続く第21回目のラブソナタ帯広は、北海道の帯広、釧路、北見の道東と呼ばれる地域の教会によって実行委員会を作り、また御塗り教会では300名の方々が帯広に来られる予定で、共に準備を進めています。11月13日は教会セミナーとして、キリストの夢見る教会、神の大使、聖書的な子育てをテーマとする素晴らしいセミナーが準備されています。夜のゴスペルナイトでは、映画ザ・テノールで紹介されたベー・テチョルさんの音楽プロデューサーをされている真島さんが参加してくださり、また十勝の子どもたちによる教会合同のクワイア、若者によるスキットや賛美が準備され、共に祈りの時を持つ予定です。14日は韓国から韓国共生成功のチョン・キン社長の特別講演と100名の方々が参加し、地元の方々と晩餐会を行う予定です。夜はイ・ジェフン牧師と素晴らしいアーティストが出演してくださるラブソナタ本番です。このラブソナタによって教会が協力し、現在毎週心を合わせて祈り会を持っています。すでにプレ集会として、7月には創造と科学セミナーをイ・ウンイル教授を迎えて行いました。聖書からはっきりと分かりやすく、神様の創造の御業は真実であることを語られました。実はそのセミナーで、一人の青年が神様の存在と創造の御業を知って、聖書を読み始め、神様を信じました。彼はヒッチハイクをしながら日本一周をしている大阪出身の若者でしたが、自分の存在意味が分からず、人生に失望して、この旅で何かを見つけなければ死のうと思っていたそうです。ちょうど帯広に来た時に、この創造と科学のセミナーに参加しました。彼は創造の神様とイエス・キリストを信じて、自分の存在意味と目的を知り、全く変えられました。イエス・キリストに救われた彼は、今もなお旅を続けていますが、教会を巡りながらイエス・キリストを明かし、感謝と喜びを伝える旅に変わりました。現在は四国を旅しているはずです。私たちもこのような主の御業に感動して、本当に感謝しました。9月10日から12日はまでは、ソン・ソルナムさんを迎えて、釧路、北見、帯広と3カ所で決起集会を行いました。どの集会に来られた方々も、ソルナムさんによる主を礼拝し賛美する演奏と証に感動し、励まされました。ぜひラブソナタ本番に家族や友人を誘いますと、決心と大きな期待を新たにしていました。釧路と北見からは送迎バスを準備しています。ラブソナタの準備を通して、私たちは道東に住む人々が神様の愛を知るようになり、救いに導かれるように、諸教会の兄弟姉妹が一つとなって心を合わせ共に祈っています。また地域を超えて選挙協力の御業に預かっていることは、準備を通してすでに与えられている大きな恵みです。このような素晴らしい恵みをすでに準備を通して与えてくださっている神様に、ラブソナタ帯広の祝福を心から期待しています。
11月13日木曜日、教会セミナーが十勝プラザで、夜はゴスペルナイトが文化ホールで行われます。14日金曜日はリーダーシップフォーラムがホテル日光ノースランドで、ラブソナタ本番は帯広文化ホール大ホールで行われます。ぜひ皆さんお祈りください。またぜひこの機会に帯広においでください。以上、ラブソナタ帯広準備のレポートでした。